開催ビス用中華のビラ未来の那覇のためにできることを一人でも三人合わせても子どもの発祥です。皆さん地球温暖化対策のための国民運動クールチョイスをご存知ですか？例えば家電を買い替える際にはより省エネで低炭素型の商品を選ぶ、交通手段としてバス、タクシー、Eレールなどの公共交通機関を利用することで渋滞緩和につなげる、例えばクーラーをみんなで分け合ったりグリーンカーテンなどのクールシェア、車を買い替えるなら電気自動車やハイブリッドカーなどのエコカーへ、照明は効率的に使って明るくクールチョイス、地産地消で県産野菜を食べるこれもクールチョイス、地元の野菜を食べることは低炭素物流にもなるんだ、宅配便はなるべく1回で受け取る、太陽エネルギーの活用や断熱処理など家を建てるなら省エネ住宅へ、そんなクールチョイスのポーズを教えちゃいます。右手を C にしてクール、左手を皿にして CCE とチョイス、さあ皆さんご一緒に未来のために今選ぼうクールチョイス。日々の暮らしの中で無理なく実践できる自分に合ったクールチョイスを見つけていただければと思います。これから那覇市は市民の皆様、事業者の皆様と一緒になって環境共生都市那覇の実現を目指し、クールチョイスの輪を広げていくように取り組んでまいります。ユタサルグループ海芸サビラ那覇市。